皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やっております週刊漫画ランキングトップ30やっていきたいと思います。というわけで今回ですね、8月第4週目の漫画売り単刊別トップ30ということで、期間の方が8月28日から、9月3日までというところになっておりますというところなんですけどね、今回ランキング1位がね、僕マジでびっくりしちゃっていうところで、めちゃくちゃ売れてて、こんな売れてんのってなりましたし、多分これから見る人もってなる人結構いるんじゃないかなっていうのね、思ってます。実は僕ね、もうタイトル目はしてたんだけども、大変お恥ずかしながら見たことがなくてですね、ちょっとこれ見ないといけないなって、ちょっともうまた見ますけども、はい、っていうところで、まあ、1位ほんとびっくりの売り上げで、まあ、全体レベル感はね、正直何とも言えない感もあるんですけれども、まあ、2週目でね、累計売り上げ10万部超えてくるような作品もね、どんどん出てきたっていうところね、まあ、なんか盛り上がってるランキングなんじゃないかなと思います。ぜひね、最初から最後までお楽しみいただきましたら幸いです。皆さんの、これに対する感想とか、また1位の作品読んでるかとか、ぜひね、感想なんかもコメントお待ちしてますというところで、本当にびっくりしました。はい、ではですね、30位からの紹介していきたいと思います。ではまず第30位です。30位、推しの子12巻というところ、早速の推しの子の最新巻が入ってきました。11,635部ありました。累計で約40万部というところです。推しの子も累計1200万部かな、突破し、今は休載中というところですけれどもね、勢いとどまるところを知らずというところで、まあ、アニメ2期の、ね、放送時期も早く知りたいなっていう感じはしますけれどもね、まあ、非常に楽しみでございます。はい。では29位です。29位。スキップとローファー9巻というところ、こちら、11,925 部ありまして、累計で約46,000部というところですね。そのスキローもね、アニメの続きから原作読もうかなと思ってますけれどもね、29位というところになっております。はい。では28です。28位。コタローは一人暮らし10巻というところで、こちら、初老12,305部という、これ面白いじゃん。ネットリックスでやっててね、なんか面白いな話も聞いたり、したんですけど、こちら28位という。原作漫画なのかな、これ。はい。では27位です。27位。桜咲く八巻というのはね、13,204部売れまして、累計で約37,000部売れております。はい。で、26位です。26位。人に惚れと言われたのに、実は、おとりだと知った伯爵令嬢の3日間4巻というところで、こちら13,500、おとりでいいのこれ、なんか読みが違う気がするけど、ちょうどね、13,516部というところね、一人者が出てます。はい。25位です。異世界でカフェを開店しました。13巻というところね。もう13巻出てんだ。初動かなこれ。13,678売れております。はい。では24位です。24位。来ましたね。ワンピース106巻というこれ。14,733部売れまして、累計で1593,000部で約売れているというところで。ワンピースもね、実写僕も見始めて、まだ2話見てるとこなんですけど、実は。なかなかね、アニメ見て、ドラマ見てて、まあ、ドラマもね、なんか来週のきなみ最終回僕の見てるやつも迎えるんで、また時間できるかなと思ってますけれどもね。はい。やばいっすよ。勤労とかも僕えげつないぐらい溜まってるんで、それ編集して見ながらちょっとどんどん進めていこうかなとか思ってるんですけど。ワンピースはね、ほんともうとんでもない今ね、勢いがね、もう、実写まで当たるとは言うのは本当予想外だったもんですから、アニメ原作で映画がそもそも当たったので、実写も当たってきたというところですけどね。24位最新刊もなっております。はい。では23位です。23位。悪職令嬢と、なんか悪役みたいななんか多いな、そのままの私が美味しくいただきます。ほー、魔物を食べるんですかね。初老14,749部となってます。では22位です。22位。ファインダーの妖艶かげろうとかいいんだっけこれ、初回限定版というところで、15,366部ちょうど売れております。はい。では21です。21位、イセレベですね。こちらが15,760部売れました。累計で約5万部売るというね、非常に売れております。はい。ではここからトップ20やっていきます。第20位です。20位、純情ロマンチカというところね、こちら、初動16,669部というところ、28巻まで来ますね。20位になってます。では、19位です。19位。怪獣8号10巻、まだまだランクインという、まあちょっと今回レベル低いですね。1万部台だから、まあ19位でもね。累計約34万部というところですね。アニメも春というところで、もう UFO が楽しみで仕方なくてね。なんか、アニオタも怪獣8号忘れてんじゃねえかって感じもしてくるぐらい UFO が楽しみなんですけど、僕もね。春、やばいっすね。超激戦じゃないですか。もう無職に UFO 持って怪獣8号とか、ちょっと、なんか、争いが起きそうなラインナップなんですけど。はい。1期、2期、3期と、はい、楽しいですね。はい。では18です。18。
魔王様リトライというこれ、ね、7巻、こちら書道17,117部となっております。はい、では17位、昭和天皇物語13巻、こちら書道17,477部となってます。では16位、平休み6巻、こちら18,229部書道で売れてます。では15位です、チェーンソー、まあ、15巻ですね、23,375部あります。累計で約36万部というところね、まあ、ガイア時間もチェーンソーまだはね、まあ、もちろん売れているというところでございます。はい、チェーンソーは どうなるんですかね。はい、で14位です。14位、偽りの愛、契約婚の旦那様は甘すぎる1巻、25,170部書道で売れております。はい、で13位、スーパーラバーズ17巻という、これ、ね、こちら、書道21,123部となってます。では12位です、呪術廻戦23巻、21,391部ありまして、累計で約126万部というところでですね、まあ、呪術もついに放送再開してっていうところの1週目でしたけど、まあ、やっぱアニメブーストはもうさすがに去ったのかなっていう感じもしてますし、円盤売り上げも結構厳しそうっていうところからも、まあ、割ともはや離れちゃった人もいるのかなとか思いながらですけどね、なんか最新話が思ったよりも結構批判があったみたいでちょっとびっくりしてるんですけれども、まあ、12位というところでね、まあ、原作はまあもちろんまだ売れてますけどね、はい、なってます。では11位、文豪ストレイドッグス24巻ですね。こちら書道っていうかね、これ、文ストね、こんないつも書道10万部ぐらいなかったと思って、調べたんですよ。で、調べたら、9月4日発売なんですよね。で、今回のランキングの対象がいつまでかって9月3日までなんですよ。なんかよくわかんないんだけど、フラゲなのか何なのかって感じなんですけど、たまにあるんですけど、特装版とかよくあるんだけどね、普通になんか、そう、漫画の、通常漫画こんな、なんかいきなり勝手にランキング入っちゃう、発売前に入っちゃって、見たことないんですけど、ほぼ見たことないんだけど、なんか入っちゃいましたね。だから予約分だと思うんだけど、これ。うん。11位というところで。まあ、多分、ちょうどまだ10万部以上いくと思うんですけど、はい。ちょっと偽りの数字というか、はい。なんか最近数字出ちゃいましたって感じです。で、ここがトップ10になってきます。第10位です。第10位。あ、でもます、文書とさ、なんか、ちょっと話そうと思ったことあったの。文書なんか、アニメが何原作の範囲超えちゃうみたいな気なんですけどね。どうなっちゃうんですか。まあ別にアニメでだから別に超えてもさ、別になんかしっかりやってくれればいいんですけど、どうなのかね。まあ話はできてるんでしょうけど、きっと。はい、な感じみたいですけど、マジ面白いですね。はい、まあこんだけやっぱ面白い面白いって言ったら成果がね、もう結構見始めてる人もいて嬉しいですけどね。よかったです。気づき楽しみです。ではここはトップ10いきます。第10位です。第10位、自爆少年花子20巻特装版小冊子付きという、こうね、26,597部売れまして、累計で約5万4000部って、まだまだね、売れてますというところですけど、花子もね、前回やったかな、実は読んでないんですっていうことで、じゃあ見てない、アニメ見てないんですって話をしてたんですけども、面白いぞって話も聞きましたね。もちろん、どっかで見たいなと思ってるんですけど、できればアニメ人気が来てくれるとね、すぐ見ますよ。では、第9位です。第9位。魔道具師ダリアをうつむかない、ダリアをライリツノーモア、はい、6巻というところね。これなんかこの前アニメが決まって結構ラノベ会話がなんか盛り上がってたような印象がありますけども、どうなんですかね。初動28,206部というところですけれども、まあまあまあ楽しみに待ちたいなって感じですね。はい、コミカライズ、そうだよ、ラノベ原作のコミカライズなのかな。はい、では第8位です。第8位、ジョジョランズ1巻というところ、まあ、売れてますね。33,007部売れまして、累計にもう20万部ね、超えてきたというところね、第8位というところになっております。ジョジョも見ねえとな。マジやばい。まあ、とりあえずまずワンピの実写を見る。はい。タイトルないです。ね。ギブン9巻というところですね。こちら初動32,981部という、これ7位に入っております。では、第6位です。第6位。片田舎のおっさん、牽制になる、ただの田舎の剣術師などに達成した DJ は俺を救ってくれない剣、4巻というところですね。こちらが34,120部でまして、累計で114,000部というところですね。まあ、10万部早くも超えてきたというところで、まあ、漫画はまだ4巻までしか出てないという中で、シリーズ累計は300万部突破しているバケモン作品でですね、まあ、前回結構話したんですけど、これね、実はもう僕ヤンチャンウェブみたいなのでですね、もう11話で原作2巻分ぐらいも読んだんで、ちょっとまた感想とかね、まあ、すぐかわかんないけど、まあ、早ければ明日にはね、ちょっとこの後も動画出ては撮る予定なんですけど、上げさせていただきます。そちらもお楽しみにお待ちいただけたらと思うんですけど、とりあえずもう爆売れしますね、これね。すごいね。まあ、アニメ化も間違いないんじゃないかなっていう感じがしてます。はい。では、ここからトップ5いきます。第5位です。第5位。
機動戦士ガンダムサンダーボルト22巻というところね、初動4万956部でこれも非常に安定してくれてますね。さすがガンダムというところが第5位となってますね。旧作もね、結構ね、彗星見たきっかけで、まあ例えば今期とかね、ガンダム過去作見てるみたいに聞きますけどね。僕はね、ワンピの実写を見てるんですけど、この前野崎くん見てね、ただ恋見てたんですけど、ワンピの実写を見た方がいいっていうものを聞いたもんですが、もう急遽またワンピの実写見始めたんですけど、そう、はい、というところで。まあちょっとまた見たいなって感じですけどね。まあまあ第5位になってます。では第4位です。第4位、かきららせ光のファン、ボチロック6巻というところはね、珍しいですね。本当になんかアニメ終わってもこんなにずっとなんか作品の曲聴きまくってるっていう、なんか軽音以来ぐらいのなんか軽音、なんかキララつながりで、なんか偶然なんですけど、ね、まあ偶然というか必然なんでしょうけど偶然というのは必然というところですね。もう軽音もずっと来ねーご飯が放課後って言ったよね。てかもうすごいね、聴いてた、まあ聴いて、まあ今も聴いてるんですけどっていう中で、まあ U&I かね、まあ、ボザローもね、もうめっちゃ聴いてますね。まあ、てか、もはや YouTube Music で勝手に流れてくるのは僕のおすすめでピュアって。はい、っていうところなんですけど。44,554 部売れまして、累計で10万部超えてきたというところね、まあ、キララ漫画がやばいっすね。すさまじい売り上げなんじゃないかなっていうのは思いますし、まあ、原作ね、また読み始めてるんで、ちょっと、まあ、実はもう今日追いつこうかなぐらいの気持ちで今動画を撮ってる。まあ、あんま関係ないかもしれない。思ってるんですけどね。はい、まあ、ボザローも多分最新話題にそのうちになると思います。はい。では、第3位です。第3位。自爆少年花子20巻というところですね。44,862 部の話してる系で、約8万部というところね。さっきもちょっと独創版の時も話しましたけどね。ちょっとまたアニメもね。まあ、2期来るのが一番嬉しいですけどね。まあ、見たいなと思います。で、第2です。第2。まあ、2期来る可能性はもう12分にあるんじゃないですか、この原作売り上げね。はい。第2。3月のライオン、メルシーちゃん、お出かけエコバッグ付き特装版の17巻がなんと、初動47,912、特装版が2位入ってきました。3月のライオン、特装版が2位というところね。通常版どうなっちまうんだっていうところなんですけども。では、いよいよ第1位発表していただきます。第1位。3月のライオン17巻初動、なんと29,824部。圧倒的、なんと、特装版合わせて累計30万部超え初動売り上げてます。おめでとうございます。1位です。こんな売れとったの？ちょっと待って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 。あ、知ってますね。もちろん3月のライオンね、存じてたんですけど。これ、商品作品なの？ちょっと僕さ、あんま全然これタイトルは知ってたんだけど、もう、こんなにも人気あって、ちょっと僕、やっぱ正直、ちょっと、あんま分かってなくてですね。ヤングアニマルさんでやってる作品で、2007年から連載というところで、今17巻ね、まあ今回最新巻が発売されてるっていうところなんですけど、アニメとかもね、2016年、17年ということで、2クルーズ2期までやって、シャフトがやってんだね。これ見ないとな、マジで。っていうとこなんですけど、あんまね、なんかそう、最近とかでこう、なんか笑いに話聞いたりとか、正直してなかったんですけれども、実写とかもやってません。タイトルはね、まあ存じてたんですけれども、商業題材としているというところで、結構救済しがちみたいな感じもありますけど、その影響なのかあんま話題聞かないかもしれないですけど、これはすごいっすよ、マジで。これやばない？これえげつないぞ、もう。チェーンソー2部よりも怪獣8部の初動はやばいぞ。だって20万部とかでしたよね。あれ？そうだったよね。もう、これやばくない？これ売れすぎじゃない？こんな売れてる？もう、累計ね、1000万部超えてるらしいですけど。もう、まあ、怪獣8号、怪獣8号じゃねえよ。スパイとか考えたらさすがにそっちの売れてる感はあるけど。だって。チェーンソーと怪獣8号は今初動20万部ないぐらいなんで、初動30万部ってガチバケモンですよ、本当に。えげつない数字だと思うんだけど。まあ、スパイの方がさすがに初動今あるかなっていう感じですけど、もうそういうクラス、だなっていうところ、ちょっとこれびっくりしましたね、マジで。めちゃくちゃ売れとるやんけっていうか、なんでこれで笑いなんないのっていう感じが、読者層が違うかもしれないけどね。いや、でもそれにしてもマジ売れてんの、これ。すごいですね。今出てる漫画の中だったら、どうだろうな、初動30万部っていうと、キングダムとかどんぐらいだったっけ？キングダムもね、もう累計1億部いくかっていうような感じですけど、もう行くんかな、もうそろそろ。キングダムは、初動が、34万部とかなんで、キングダムとかそういうクラスっすよね、マジで。
そうだね、特装版含めて33万、4万部ぐらい出ますから、うん、そう、キングダムとかそういうレベル、まあ、ヒロアカとか、なんかそういうクラスなんじゃないですか。ヒロアカもちろん売れてるか。いや、これすごいな、こんな売れてんだな。これ本当に僕びっくりしました。うん、マジで、えで、なんかさ、1位はね、ありますよ。なんか知らない、あんま知らないタイトルが1位とかさ、割とあったりするんですよ。なんで別にそこに驚きはしないんだけど、ヒロアカの書道あるわ、ヒロアカ書道20万部だった。キングダムめっちゃ売れとんな。あ、ちょうど30万、うん、そうだね。キングダムすごいな。多分ね、今売れてる漫画って、まあ、ワンピースがやっぱ一番なんですよね。ワンピースが一番で、次が多分呪術。書道だけで言ったらね。ブルーロックの最近の書道ってなんだっけ？ブルーロックもでも書道20万ぐらいじゃなかったっけな。だからそういうクラスの少年漫画たちに上回ってるんですね。ヤングアニマルだから、青年しか。うん、青年漫画ではありますけど、青年漫画だと一番売れてんじゃない？あ、だから、キングダムがあるから、キングダムと同じレベル。やばくないこれ、マジすげえな。ブルーロックって書道、どんなもんだっけ。最近だと、そうですね、最新刊でまた書道がね、ボーンって伸びてたんだよね。24巻が、20万部。ブルーロックで売れてんじゃん、書道。えげつなくない？えげつなすぎん、マジで。うん、多分、現状多分、ワンピ、呪術、キングダムぐらいな、なんか感じだと思うんですけど。もはや、そこに割ってありそうなぐらい勢いっていうところですね。これすげえな。持ちの子でもらって初動20万ぐらいだったっすよね。そう、めっちゃ伸びたって言ってて。だから、それよりも売れてるっていう、えげつなさ。まあ、最終的な売り上げはまあ、ともかくとして、まあでも累計1000万もいってるから、まあ、めちゃくちゃ売れてるんでしょうけど。すげえな、マジで。ガチでビビったっすね、これ。3月のライオン、もうぜひね、ちょっとね、もう恥ずかしいですね、これ見てないとかいうの。ほんと言いたくなかったんですけど。ちょっとさすがに見てないで、ちょっと、見てる、手で通すのはちょっと限界があるなと思って。もう今回ね、言ってるんですけど。12巻。うん、そうだね。推しの子でもちょうど22万部とかあったから。やばいですね、これマジで。3月のライオン。でちなみに発売はさすがにあれなのかな？さすがに発売日は1週間ぐらい入ってるのかな？期間が。そうだ、結構ね、発売からどんぐらい期間が入ってるかっていうのも大事でですね。いや、たまげだな、マジで。しかも17巻っすよ。いや、なんか10巻ぐらいだったらわかるけどさ。8月29日発売だから6日間の書道か。ねえ。すげえ、マジびっくりしましたっていうところ。1位おめでとうございます。もう見ますわ。これ絶対見ないといけない。はい。というところでね、ちょっと、マジこの、正直1位申し訳ない。見てないの申し訳ないですけど、1位でもうびっくりのぐらいの売り上げでですね、あ、一気にこう漫画界の、一気にというか別にもともとめっちゃ売れてたんでしょうけど、はい、というところですね、期間、いつ1000万部いってんの累計。2022年1月時点でね、1000万部いってるみたいですけど、はい。爆売れしてました。はい。ということで、皆さんも多分気になったと思うんで、ぜひ読みましょう、これを機に。はい。ということで、今回の8月第4週目の漫画売り上げトップ30、単巻別ね、紹介は以上となります。ご申し訳ありがとうございました。ということで、またね、まあ、来週後も引き続き、この週刊漫画売りやっていきますし、漫画の動画もね、またいろいろと上げていけたらと思いますんで、ぜひこれを機にチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。